皆さんこんにちは、あやのです。今日はスペシャルな企画です。今実際に日本に住んでいるバングラディシュの方にインタビューをしたいと思います。その方は私の昔の生徒さんになります。実際に日本に来たいと思っている方、興味を持っている方、ぜひ参考になる動画になりますのでチェックしてみてください。それでは早速見ていきましょう。皆さんお待たせしました。今日のゲスト、ミルザ・プランゴンさんです。はい、今日はありがとうございます。はい、お久しぶりですね。久しぶりです、ね、はい、ありがとうございます。ミルザ・プランゴンさんは、3年前日本の会社へ入社が決まりました。その後1年間で日本語能力試験 N3 を合格し、その後 N2 まで取得して、今日本で会社に勤めています。というので皆さん、日本を勉強されている方、興味を持っている方、参考になることがたくさん聞けるかなと思いますので、私の方で質問をしていきたいと思います。はい、それではプランゴンさん、一つ目の質問です。では自己紹介をお願いします。はい、じゃあ初めまして、ミルザ・プランゴンと申します。まあ、バングラディシュ人です。まあ、今年で28歳ですね。日本に来たのは2019年の、まあ、5月から日本で働いてます。パソコンのエンジニアでコンピューターエンジニアリングですから、まあ、ずっと、デベロップメントとか、まあ、パソコンのいろんなシステムアーキテクチャとかやってますね。まあ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、日本語できちんと自己紹介していただきました。ありがとうございます。では、今実際に日本でどんなお仕事をされてるか、もう少し詳しくお話聞いてもいいですか？現在やっている仕事は、だいたいシステムの、パソコンの言語で言うと、アーキテクチャとかオペレーションと言いますけど、まあ、大体のシステムの、まあ、アーキテクチャ的なもの、設計とかを、まあ、主にやってます。でシステムは大体 私の会社は装置を作ってる会社なので、装置から上がるデータをお客様にどうやって見せるのか、まあ、そんなシステムになるから、まあ、そのシステムの設計の部分をしてます。ありがとうございます。すごいですね。はい、そしたら、次の質問です。なぜ日本に来たいなと思ったんですか？みんなこれしますけど、難しいんですよね。難しいですよね。一つものじゃなくて、いろんなものが集まって、まあ、日本に来ようと思いましたけど、まあ、例えば、まあ、昔の日本だといろんな技術のところが、まあ、結構強かったんですよね。まあ、ソニーもそうですけど、任天堂もそうですけど、あとは言うと、まあ、日立もそうですけど、パナソニックとか東芝とか、まあ、いろんな技術的な世界でものづくりが結構強かったわけですよね、日本は。まあ、そこで、まあ、いろんな、歴史のことを調べて、日本で興味を持って、あともともとアニメとか漫画とかも見てて、まあ、日本で来ようと思いましたね。もともとそのなんていうかエンジニアリング場面から見るとなんか面白かったです。じゃあエンジニアっていう観点からも日本は面白いなと思ってくださってたってことですね。そうですね、まあ、先生とか前も多分話しましたけど、例えば例で言うと、いつも私任天堂のポケモンの赤と緑の例といつも言いますけど、ポケモンですね。そうですね、はい、まあ、ちょっと設計の段階で、まあ、そもそもそのカーティージの 500KB に入らないと思ってても諦めずに、ちゃんと5年も頑張ってアセンブラで作ったもの、まあ、そんなところもいろんなあるから、まあ、結構興味を持って、まあ、日本に来ようと思いました。ありがとうございます。それでは次の質問です。では日本の仕事は実際にバングラディシュからどうやって探されたんですか？大学卒業してから、私はと日本の JICA という大きな会社があるんですけど、その JICA の BJET というプログラムをやってますね。JICA はバングラディシュの落下で、
その JICA の BJET というプログラムの目的としては、バングラデシュから卒業したエンジニアリング卒業した方々にちゃんと日本の、ビジネスのマナーとか日本語とか教えて、まあ、そこから日本のいろんな会社に紹介するのプログラムになるんですけど、うん、まあ、そのプログラムから日本の会社から、まあ、オファーもらってから、まあ、日本に来ました。では一旦バングラディッシュで BJET というプログラムに入って そこから、日本に行くっていう説明会だったりとかもそこで機会があったんですか？そうですね。はい、それでは次の質問です。ではプランゴンさん、日本語は、一番最初何から勉強し始めましたか？ BJET のところで最初から始めたのはひらがなとカタカナですね。まあ、でも、うん、まあ、最初は2週間でひらがなとカタカナ、カタカナは終わらせたんですけど、まあ、結構厳しかったんですけど、でもひらがなやってる時はひらがなだけやるとはそれはなかったんです、うん、ひらがなやってる時も、まあ、同時に、勉強したひらがなで作れる単語もやっていく、でその単語で文章も、まあ、勉強していくの形でした、うん、まあ、例えで言うとあとい、e、勉強したらあい、うん、作れるからその愛単語を覚えてその愛単語で何か文章を、うん、学んでいくの感じでした、うん、いいですね。最初にこう文字を学んでのそこから単語をプラスしていってそれを使った文章作りというのをやられたということですね。そうです。はい、改めまして次の質問です。ではプランゴンさん、日本語を勉強していて一番難しいと思うことは何ですか？まあ、最初思ってたのは漢字が難しいですけど、まあ、最近はそれ変わってますね、うん、まあ、最近思ってるのはもう読み方同じでも、意味が違う、うん、あとは、イントネーションが難しいと思います。そうですね、橋と橋の違いだったりとかですね。はい、あとは、まあ、読み方同じで言うと、まあ、昨日と昨日、うんうん、まあ、読み方は全く一緒ですけど、はい、まあ、読みが違いますもうそこのこう後の違いでのどっちの話をしてるのかっていうのが難しい時があるってことですね。確かに皆さんここ一番難しいですね。はい、まあ、では実際に私プランゴンさんに日本語を教えさせていただいていて、まあ、今久しぶりにお会いしたんですが、この3年間で日本語のスピーキング特に伸びたなと思うんですが、プランゴンさんのスピーキングの上達方法は何でしょうか？まあそれは多分ショートカットがないと思いますね、まあ、自分から話してスピーキングを上達したい場合、まあ、やっぱり話すしかないですよね、うんうんうん、私は日本に来てから最初から、会社の周りのみんな、うん、日本人だから、うん、最初から日本語だけで連絡とか、相談とか、うん、いろんな人と、話しするとか、うん、まあ、全部日本語だったからかもしれないけど、うんうん、それで上達できたかもしれないけど、まあ、やっぱりショートカットがないと、うんうんうん、自分でやりたいならやっぱり、まあ、一番いいのはやっぱり、ネイティブの方と話した方が一番上達できると思います、うんうんうん、お仕事とかでない場合の、まあ、ネイティブの方、日本人の方と話しする機会ってどうやってプランゴンさん作りましたか？まあ、いろんなところでも私は行ってますけど、例えば今あんまりやってないけど、うん、ミートアップとか、うんうんうん、まあ、東京にいる人たちは結構いいんですけど、うんうん、まあ、会議がちょっと危ないところがあるから、うんうん、日本は安全だから、まあ、そこはいいんですけど、うんうん、まあ、あとはオンラインの、まあ、いろんな、日本語と英語の、交流をしている、うん、している、まあ、いろんなグループがあるんですよ、うんうん、まあ、ディスコードとかも多分みんな知ってると思いますけど、うんうんうん、まあ、そんなところで、まあ、会議とか、話し会とか開かれてます。一番やっぱり面対面でするのは一番いいんですけど、うん、まあ、それはできない人たちには、まあ、最低でもそんなオンラインでやった方がいいと思います、うん、ディスコードだったりとか、あと Facebook のグループとかですよね。 Facebook のグループがあるんですね。そこでこう他の方とコミュニケーションを取る時間、機会を作るっていうのが一番、まあ、対面でできなかったとしたらおすすめですかね。あ、そうですね。あとは多分みんな、なんていう、完璧に
してから話すとかそれを考えない方がいいと思います、うんうん、これポイントですね。自分ができる範囲で、まあ、自分のうまく表現する、うん、それはそれこそ言語だから、うん、自分ができる単語で自分ができる文法で自分の表現する、それで頑張れば多分上達できます、うん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 、まあ、それは絶対ですから。ありがとうございます。はい、ではそれでは日本語ではないんですが、プランゴンさんが実際に日本に来て、まあ、一番びっくりした文化の違いっていうのは何ですか？まあ、いろんなありますね。文化の違いは多分他のアメリカとかヨーロッパだと、うん、まあ、刺身とか寿司は結構流行ってますけど、うん、まあ、バングラデシュ言うと川魚しかないんですよ、うん、まあ、そもそも川魚臭くて生で食べないわけでしょ。はい、はい、日本では日本は大体海の魚だから、うん、まあ、生だけで食べるとか、うん、馬刺しもあるけどなんですけど、うん、まあ、何でも生で食べる習慣があまりないですね、うんうんうん、あとはびっくりしたところは、まあ、1回私は箱根行った時は、うん、電車で、うん、カバの、忘れちゃったんですよ、うん、カバンをね、はい、でもちゃんと30分後かな、小田急の小田原か、うん、その小田原駅の事務所に行って、まあ、ちゃんとカバンがそのままあった、うん、あったこと、それ多分海外の面から見ると結構、まあ、びっくりするポイントだと思います。そうですね、日本だと忘れ物したとしても警察だったりとか届いている可能性は高いですもんね。結構高いですね、うん、文化以外意外と言えるのは結構綺麗です。多分海外のところ、まあ、私は中から来てますけど、うん、それに比べるとあれなんですけど、まあ、東京は人が多くても結構綺麗な方です、うん、あとはシステムティックですね、うん、結構右側通行とか左側通行とかちゃんと同行方向で通行するのが決まっているからこそ、多分そんなに事故が多くても、うん、まあ、そんなに、うん、なんていうか困らないですよ、うん、ここで。そうですね、ルールっていうのが決まっているのでね、うん、そこはちょっとこう守りながら日本に合わせてやっていただくことになりますね。はい、びっくりしたとことっていうのを聞いたんですが、まあ、実際に3年ですかね、日本に生活してみてどうですか？あ、3年でも多分慣れてないところもいっぱいあると思います。まあ、特に文化よりも多分なんていうか社会の違いがあるんですよね。まあ、私は、育てられた社会と、うん、その社会の考え方と日本の社会が、うん、まあ、結構違うわけですよね、うん、まあ、そこで多分日本人はまっすぐ何も言わないこと、うん、まあ、それ言語にもあるんですけど、うん、私は食べますよと、I will eat なのか I eat なのか分からないわけだから、うん、まあ、そんな複雑なところは会話の中でもあるんですよね、うん、まあ、上司は本当に何が欲しいのか、うん、まあ、それはなんていうか裏読み読まないとまあいけないところがあるわけだからそうですねその部分は多分まあ結構まあ何十年もかけてから、うん、まあ、分かるしかないと思います。そうですよね、まあ、この大丈夫っていう言葉ってね結構日本語でも言いますがまあ OK なのかそれとも本当は嫌なのかっていうとこ結構難しいですよね。そうですね、そういう時はプランゴンさんはどうするんですか？私はまっすぐ聞いちゃいますけども、ね、これあのまっすぐ聞いて嫌がれることはないのでまあそれは多分私は外国人なので、うん、多分許されるかもしれないです、うん、まあ、日本人同士でそれはどうかわからないですけど、うん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 、多分外人から聞かれると多分そんなに気にならなくて、うん、まっすぐ答えてくれると思います、うん、そうですね、わからないときは聞きましょうはい、では、プランゴンさん自身の、これからの日本での目標だったりとかはありますか？日本での目標よりも、うん、まあ、個人の目標はあるんですけど、うん、はい、日本に限れて目標は、うん、まあ都道府県全部に行きたい、それは目標にしてはあるんですよね。旅行好きですからね。そうですね。でも、はい、まあ、日本に来てから、まあ、なかなかコロナでいろんな難しいだから、うん、まあ、ここから、行き、安くなったら、うん、まあ、いろんなところに行きまくると思います。うん、そうですね。こう山登りだったりとか、まあ、そうですね、大好きですもんね。でもそこいろんなところに行きたい。だそれは目標の一つ、うん。都道府県全部行く。そうですねありがとうございます。
はい、ここまでプランゴンさんたくさんお話をいただきありがとうございました。ま、あの本当にいろんな方がこう参考になるお話だったりとかっていうところがあったと思うんですが、ま、最後にプランゴンさんから、ま、今実際に日本に興味を持っている方にアドバイスがあればぜひ何か聞かせていただければと思います。はい、それは日本語に限らずですけど、はい、何かやりたい場合はもう一歩取りましょう。もう、まあ、始めましょう。うんうん、まあ、最初はもう、なんていうか、ジャンプしましょうと。うんうん、まあ、その後で、まあ、全部揃えるから、日本語を、勉強したい場合はもう、今日から、今から始めましょう。まあ、人生でもいろいろあるんですけど、そうですね。まあ、それは、まあ、アドバイスというか、うん、まあ、そんなところですね。アドバイスの一つ。まあ、結構重要だと思います。うん、そうですね。まあ、これを見ている方は、まあ、きっと日本語に少しでも興味を持たれている方だと思うので、まあ、プランゴンさんが言うようにもう今日からぜひぜひ、まあ、カタカナだったりひらがなだったりとか覚えるところからでもいいので始めてみるっていうのがいいかなと思います。今日は、生徒さんの一人ミルザ・プランゴンさんに来ていただきました。ありがとうございます。はい、皆さん参考になったことだったりとかも多いと思います。私の動画でも、日本語の、ま、基礎のところからあとは会話の入門編あとは少し難しいところだったりとかも紹介していくので皆さんぜひ動画を見て勉強してみてください。はい、というので、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。